はい、皆さんこんにちは。 IPA YouTube チャンネルですね、鈴木さん。そうです。久しぶりに2人でこうやって並んで写ってますね、はい、後ろにね、これアメリカの地図とまず世界地図があるんですけど、今日ね、何をしたいかっていうと、アメリカ大統領選挙が実はもう10日後ぐらいかな、1週間ぐらいか、はい、に迫ってて、で、まあトランプさんになるかね、まあ共和党か民主党かってところでですね、まあ日本ではその時ブームになるというぐらいで、まあ僕自身もそんなに直接選挙権があるわけじゃないので、まあ眺めているという程度ではあったんですけど、やっぱりね、海外不動産投資という立場で、特にアメリカっていうのを投資した方がいいよと言っている僕らからすると、これやっぱりあれですかね、大統領選挙って不動産の投資に関しての影響ってあるよね。ありますね。で、ただそれ総論でね、あるよねって言ってる、要するに何党になったら全体が上がるとか、全体がどうだとかっていうよりも、実は結構その大統領選っていろいろ州によって激戦区とか、いろんな話があるじゃないですか、割とあれですね、そういうものをもっと注目することで、不動産、今後のアメリカ不動産投資にどうそこら辺が関わってるかって話って、鈴木さん気がついてる？はい、私は激戦区に住んでたし、ノースカロライナ、で激戦区で不動産投資もしてるし、でオーストラリアでも実は、あれ自由党と労働党なんですけど、それの激戦区で不動産投資して、それでいい思いをしておるんです。まあそうですよ。日本だとちょっとまた分かりにくいかもしれないけど、アメリカってね、本当にじゃあ全体の人口が増えます、アメリカの経済はどうだって話になってるけど、もうアメリカもじゃあ世界の唯一の覇権国かっていうことがそのまま維持できるかどうかも、まあ分かんなかったり、いろんな世界情勢が変わる中で、でもアメリカ不動産投資をするにあたって今回ね、ちょっとそのあたりをね、解説していただける、実は我々の仲間というかね、プロフェッショナルがいて、で今日は、予告編なんです。なぜならその大統領選がに向けて、今日は10月28日なんだけど、10月30日にじっくりですね、ライブでこの、配信をして、まあ詳しい人に語っていただきましょう。そうです。ということになりますので、ちょっと期待してほしいですね。Facebook と YouTube で同時配信やります。この場は一旦もう僕らが話しますけど、僕らだけじゃなくて、そのアメリカに実際アリゾナ州にずっと住んでる、日本の人なんだけど、まあやたらめったら今アメリカ大統領選に詳しいというか、それでなおかつ不動産をやっていて、不動産投資自らもしている、で、日本人の投資家の方にいろいろ言いたいというのは、これ勉強になるよね。これは楽しみですね、なんでちょっとそれを配信したいなと思ってますので、10月30日日本時間の13時から14時まで、ぜひ皆さんちょっと見ていただきたいなと思います。大いに語りましょう。楽しみにしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。